水銀測定は水銀の履歴による精度の低下など様々な解決困難な課題が存在します。しかし日本インストゥルメンツ株式会社 NIC ではその認識を変えてきました。 NIC の還元気化水銀測定装置の最新機種 RA7000A をご紹介いたします。 RA7000A は開放層機式還元気化法を採用しています。これは海外で一般的なフローインジェクション方式と異なり、水銀測定装置がそれぞれ試料容器内の試料を一つ一つ個別に測定します。 0.5ppt の検出限界と 400ppb までの測定範囲を備えた RA7000A は限定されない幅広いサンプルを測定することができます。例えば海水、排水、飲料水および地下水などです。今回のモデルは特に拡張性を重視しました。 RA7000A はモジュラー設計で製品の使用方法をより拡張性のあるものにしました。3つのタイプのオートサンプラー、サンプラと接続することができます。サンプラ3は80ポジションのオートサンプラーで高い処理能力を有します。サンプラ5は水銀測定のシームレスな全自動前処理機能が搭載されています。サンプラ7は 20ml の全自動前処理機能を搭載した29ポジションのオートサンプラーです。自動化の必要性が低いお客様の場合、 RA7000A 単体で容量別の還元気化ユニットを用いた測定を行うことができます。お客様の日常的な製品の取り扱いを私たちは非常に重要視しています。そのため RA7000A は次の4つの構造を有しています。取り外し可能な試薬ラック、半透明の大きな前カバー、試料容器をセットする場所へのアクセス性および内蔵 LED ライトです。全自動前処理機能のおかげで選択したサンプラに試料容器をセットするだけで済みます。もちろん工程法に準拠した試薬を準備することを忘れないでください。これで準備万端です。RA7000A とサンプラ5を組み合わせることで試薬の分注、分解プロセス、攪拌、過マンガン酸カリウムの色判断、そして測定まで全てのプロセスを全自動で実行することができます。最大3台のサンプラを制御することができ、最大240サンプルの一括測定が可能、最小限の労働力で済みます。サンプラまたは還元気化ユニットとともに RA7000A シリーズは RH ガスモジュールと組み合わせ、気体の金属水銀 GEM を測定することも可能です。 NIC の水銀補修管を使い、気体の金属水銀を補修することができます。水銀補修管は RH ガスモジュールを利用して直接測定することができます。装置単体、オートサンプラーなどとの組み合わせ、その両方に対応するように設計されているため、お客様の様々なニーズに沿った水銀測定のソリューションを提供します。このシリーズの NIC の目標はシンプルです。環境への負荷を減らしつつ、水銀測定に関わる全てのことを改善したいと考えました。全自動前処理機能を利用した計80サンプルでは 600ml の廃液しか排出されません。総測定時間の 22% が短縮され、消費電力を約 30% 削減しました。 RA7000A の制御ソフトウェアは分かりやすいアニメーション表示を備えたユーザーフレンドリーなインターフェースです。お客様が簡単に操作することが可能です。オートサンプラーとの組み合わせ、または検出器単体のいずれの場合でも、 RA7000A はあらゆる水銀測定のニーズに応えます。そして最も重要なことは、膨大な測定時間をあなたの時間に変えることです。最新の RA7000A については弊社営業担当にお問い合わせください。